チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もですね、開封動画、やりたいと思います。今回はね、こちらですね、ドラゴンボールスーパーイラストガムですね。はい、それの第3弾、はい、オリジナルイラストポスター1枚入りということでね、全10種、はい、ラインナップこちらですね。はい、こういう感じで、でシークレットが2種類あるんですね。キラキラホログラム加工入りっていうとね、つなげるとさらにビッグサイズのポスターになる。これ狙いですね、もうね、シークレット狙い。まあ他の丸で言ったら第一希望は、トランクスが一番欲しいですね、今回は。まあ、あとは悟空、ベジータ、ロゼ、ベジットですね、希望は。この3種はちょっと自分の中では外れかなっていう感じですね。ということで、それをね、今回は、2つ買ってきました。定価108円でね、2つ買ってきました。なのでね、この2つでね、シークレット揃えたいと思います。絶対出ねえわな。よし、とりあえず、開けましょう。はい、これこうテープ持ってんだよね。ここはね、こうテープで止まってるんだよ。よし、行くぜ。じゃあね、まず1個目は何か、まあ、せめてね、シークレットじゃなくてもトランクスが出てくれればいいんですけど、あ、ちょっとわかんないんだな、この最初のあれでは。これガム入ってねえと思ったら、ガムこんなんなんだ。面白いね。なんだこれ。はい、ではね、いきます。はい、1個目、ちょっと分かんない。今のじゃあれやな。いくぜ、一斉のせ。お、悟空ですね。おお、ラッキーラッキー。悟空 OK。 あ、結構大きいな、やっぱ。一応45センチなんでね、縦45センチあるんで、あ、でかい。このシリーズでかいな。1個目は悟空でしたね。いやー、やっぱシークレットは出ないか。シークレット2つ出てつなげたかったけどな、まあ、そんなうまい話はあるわけないんだよな。じゃあ次、まあせめてトランクスが欲しいかな。せめてトランクス。はい、よいしょっと。これなんかすげえ当たり感がめっちゃあるんだけど、これなんかお店行ったら引き換えられるとかそういうのじゃないよね。俺これなんで黄色なんだ。これもしかしてフラグ、これシークレットっていうフラグじゃないですか。これ来たんじゃない、これ。よし、行くぜ。行きます、行きます。せーの、はい。あー、ロゼだな。あ、いや、いいんだけど、なんだよ、この黄色のガム、なんだよ。あ、ロゼかっこいいな。ロゼかっこいいね。あ、トランクスが欲しかったけど、トランクス出なかったな。いやー、そっか。ちょ、シークレット何かわかんねえな。まあ、このガム何なんだろうな。あ、
に書いてあったな。ガムは2つの色のどちらかが入ってますって言うけど、これはどういうことなんだろう。黄色は黄色のみじゃないのこれ。なんで1個だけ黄色なのこれ。これよくわからない。ほら、このトランクス超かっこいいんだよな。まあ一応ね、まあ、悟空とロゼっていうことでね。はい。いやー、とりあえずこのシークレット欲しいな。まあまたあったら、ね、まあぜひ、買いたいと思います。はい。ということでね、今回は、以上になりますね。はい。ご視聴どうもありがとうございました。